シャス田中です。今回は現住契約クリプトラクトをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、王道 RPG というわけでね、もうまさに RPG、 そしてこの綺麗さ見てくださいよ。いやー、キャラクターたちがねめちゃめちゃ綺麗だし、こうやってね動いてるんですよ。まあね、どんなゲームかと言いますと、ちょっとやってみましょう。クエストの方、さあやってまいりました。バトル開始です。さあ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 、もうね助っ人さんの力を借りて僕はね今ね進めてる状態なんですけど、こちら右下の方にですね、あのコマンドがありまして、キャラはあの通常攻撃とキャラの固有スキル2種類の技であの戦っていくことになります。で、僕のキャラはちょっとね、あのスキルが1つないんですけど、まあキャラによってはねスキルがあの1つしかないキャラもいるんでね、そっちをじゃあ選んでいきましょうか。で、これを選ぶとこうやって輪っかがね出てくるんですけど、これであの輪っかの出てるところをタップすると、そのキャラに向けて攻撃をするという、こんなにもうねすごく簡単な感じでね分かりやすい内容となってます。で、通常攻撃の場合は、まあさっきみたいな全体ではなくて、通常攻撃だったら後ろにやれば後ろに行くという、そんな感じですね。いや、このねバトル画面もねなかなかね、あのキャラクターがこう動きがすごくあって迫力があっていいですよね。ちょっと待ってくださいよ、こちらの方じゃあもう一回スケットさんにやってもらいましょう。いいですね、やっぱスケットさんがね、あの僕無理やり初期のメンバーでね、ゴリ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 をしてるんで、ちょっとまだね、何にもねあっちには触れてないんですよ。ガチャとかには触れてないのでね、ちょっとね次ちょっとガチャ引きたいんですよ。もうそろそろガチャが引きたいっていうねところですけれども、まあこんな感じでポイポイポイと進めて、まあやっぱタップ操作っていうのがね、あの難しいこと考えずにね、こうタップ操作っていうのは素晴らしくね、あのやりやすいですし、やっぱ単性っていうのはねいいですよね。でもこのね単性実はね奥が深くて、キャラのスピード値によっていろいろ順番とか変わってくるんですよ。だからスピードが遅いと敵がすごい攻撃してきたりするんですけれども、こっちのスピードが速ければ速いほど相手に攻撃するのが、まあ、先行できるわけで、でその先行も極限まで達しちゃうとキャラ2回攻撃できちゃうよとかいうのもあるんですよ。だからその攻撃が遅い、スピード値が低いキャラクターに対して2回ねもう先制攻撃ができちゃうっていうのはすごくね、だからキャラのステータスなりなんなりっていうのがね重要視されてくる内容となってますけれども、まああとはもうそうですね、キャラクターのそのね、やっぱり効くはこういう風にねクリティカルなるならないとかね、そういう風なね相性の問題もありますから、そこを考えてユニットを編成していくっていうところもね、やっぱシンプルながらねそこがやっぱり奥深いですよね。さあさあさあ、あーやばいやばいやばい、ちょっと待って、これやばい、ちょ待ってよ、助っ人さんはやってもらおう。よし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 、ヒールヒール、自分、ほら皆さん頑張ってって言いながら自分をね回復していくってなかなかですよね。さあさあさあ、このね音楽もいいですよね、本当に。おお、やばいやばいやばい、デッキの来たぞ、ちょっとやばいな。助っ人さんちょっと自分の火力でも上げちゃって、おりゃおりゃ、おし、いけるんじゃね。オッケーオッケーオッケー、倒したラストかな、えい、ザコダウン。というわけでね、今回これやってまいりましたけども、で次そうですよ、ガチャの方引いてね僕のユニットを強化したいわけですよね。よしよし、これ永田ジョージさんがねこれ読み上げてくれてるんですよ。いやー、やっぱね震えますねこの声は。男としてもこう魅力がね、男ですけど、僕は男ですけど、本当にジョージさんの魅力には虜になってます。はい、というわけでね、次はガチャやってまいりましょう。これで僕のねちょっとこれから始まるユニットたちが決まっていくのでね、ちょっと気合い入れていきましょう。よし、行くぜ、ドン、オーブに触れよ、どうだ、来てくれ、おいしょ、あるぞあるぞあるぞ、なんか虹色光ってるやつあるぞ。星4、まあ星4はね、おお、もうね全員のキャラクターにちゃんとねボイスがついてるんでね、なかなか、でも男のキャラクターはそんなにいらないかな。おー、いいっすね、かわいいっすね。さあさあさあ、次次次、どう。
とっても男らしい。あ、まあ3ね。OKOK。ガチャ行きますね、もう一回。10連。ドン。さあ、50個消費して、いいの来てくれよ。さあ、次。どうだ。かわいらしい。かわいらしい。キャラクターがね、これね、かわいいよね、やっぱね。やば。もはや星に顔が隠れてるっていうね。まあまあまあ。おお、いいっすね。セクシーですね。さあ次。おお、来た来た来た。よーし。これは強化しまくるぞ。やば。はい、というわけでね、一通り強化してまいりました。僕のユニットはこんな感じに仕上がりましたね。どんな感じといったらこんな感じ、こんな感じでね、とりあえず組んでみました。星5をとりあえず強化して、で、あとはちょっと様子見ってことでちょっとね置いといたんですけれども、そうですね、当たった、そうですね、キャラクターたちがこんな感じだったんですよ。ユニットのこんな感じなんで、攻撃力順にね、ポンポンって振り込んで、で、このね、このキャラ、このスサノオが、30% アップなんで、30% アップ水属性に対してね、30% アップなんで、それをじゃあ、組み込んで、こちらの方のね、ミリアを入れたというわけですよ。釘宮さんですよ。釘宮さんですよ。っていうね。っていうところかなと思いまして、あと他にっていうとちょっとこのすごいねインパクトある。はい、というわけでね、こんな感じでパーティーを編成してまいりました。ちょっとクエストの方でどんなもんか見てみましょうか。さあ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 、はい、まあ一応助っ人もね呼んどきましょう、もしものためがもしものためにね。いやー、いいですね。キャラクターがやっぱ可愛いのいいね。さあ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 、やってまいりましょうかね。どんなもんだろう。ちょっと普通に攻撃してみよう。おーおー、4桁出る。いいね、素晴らしい。でこれで輪っかが出てると思うんですけど、これが上の矢印だったら効果はいい感じで効く、で下だったらあまり効果効かないっていうね、相性の分かりやすさというか相性のあれもここに出てくるんですね。さあさあ、これでちょっとやってみようかな。おお、おお、2000ぐらいか。いいっすね。ちょっと待ってよ。これ単体攻撃やってみよう。おお、4000出ますね。倍出たね、さっきの。いいじゃないですか、これ。オッケーオッケー。あとワンチャン、最後。決めましょう。いいっすね。おお、これ、こんな感じで変わってきましたね。というわけで、今回はね、クリプトラクトをやってまいりました。ちょっとこれからねこちらのゲームやっていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。まあ、という感じでね、僕もねちょっとねレベル上げをしときますので、次回ね僕がこちらのねユニオンってあるんですけど、こちらユニオンを結成して皆さんちょっとねまた募集するので、ぜひぜひ次回の動画までに少しランクの方をね全然ね初心者の方でも構いませんので、ぜひぜひこちらの方をダウンロードして準備しておいてくださいませ。というわけで今回は幻獣契約クリプトラクトやってまいりました。皆さんもねぜひぜひアプリのダウンロードリンクは下の方にありますので、ぜひそこからダウンロードして僕のユニオンに入ってきてください。というわけで次回もかかってこーい。